ベノッツオモッツォリベノッツオモッツォリブノソゴソリー、1421年頃から1497年10月4日は、フィレンツェ出身のイタリアルネサンスの画家。ゴッツォリの最も知られている作品は、メディチリカルディグルにある連作の壁画である。驚くほどディテールに凝った、華やいだ、活気あふれる行進が描かれていて、国際ゴシックがゴッツォリの絵に影響を及ぼしている。 ことを示している。コッツォリは、本名をベノッツォ・ディレゼ、ブノソ・ディ・アイ・リーズと言い,い、1421年頃、サンティラ・ーリオ・ア・コロンバーの村で生まれた。1427年、家族ともどもフィレンツェに引っ越した。ジョルジョ・バザーリによると、最初は、フラ・アンジェリコの弟子兼助手だったということである。フィレンツェのサン・マルコ修道院にあるいくつかの作品は、アンジェリコのデザインを、 ゴッツォリが仕上げたものである。1444年から1447年にかけてロレンツォビットリオ・ギベルティ親子と共同でサンジョバンに礼拝堂の楽園の扉を製作した。1447年5月23日、ゴッツォリはアンジェリコと共にローマ教皇エウゲニウス4世の依頼でバチカン宮殿礼拝堂の装飾をした。さらに二人は次のローマ教皇、 ニコラウス5世のためにも、ニコリーン礼拝堂を手掛け、それは1448年6月までかかった。1449年から、サンタマリア・ソップラ・ミネルバ教会に、聖母子の旗を作り始めたが、おそらくデザインはアンジェリコだったと思われる。さらにローマに留まり、サンタマリア・イン・アラチェリ教会に、聖アントニウスと二人の天使というフレスコ画を、制作した。 アンジェリコとの最後の共同制作は、ウンブリアのオルビエート大聖堂のマル天井だった。1449年、ゴッツォリは、アンジェリコの元を離れ、ウンブリアに移った。1450年から、ナルニで、受胎告知の制作に取りかかるが、その絵には、オプ、エスベネット、アイ、デフフローロン、アイエという署名ある。モンテハルコ近郊のサンフォルツナート修道院では、聖者たち、 天使たちと聖母した三作を描いた。その三作の一つは、聖母の帯を受け取る聖トマスが描かれた祭壇画で、現在ポンティフィックルミュージアム・オブ・クリスチャン・アンティキティスにあり、ごっそりの初期の作風とアンジェリコの作風との類似を示している。ごっそりは、次に、モンテハルコのサンフランチェスコ修道院の聖火体積を三通りの聖者の一生の絵と、 様々なアクセサリーでいっぱいに満たした。絵の中には、ダンテ、ペトラルカ、ジョットの顔も見えた。この仕事は1452年に仕上げた。アンジェリコの作風はまだ残っていたものの、ジョットの影響もそこかしこに見られた。さらに、同教会の聖ヒエロニムスレ拝ハイドに、聖者と聖母、キリスト卓敬などのフレスコ画を描いた。途中ビテルボに行きはしたが、 おそらく1456年までゴッツオリはモンテハルコに腰を落ち着けていたものと思われる。助手としてピエル・アントニオ・メッサストリスを雇っていた。それからゴッツオリはペルージャに行き、教会に聖母子を描いた。この絵は現在、地元のアカデミーにある。それからすぐに故郷のフィレンツェに戻るが、その当時のフィレンツェはクアトロチェント美術の中心地になっていた。 1459年から1461年にかけて、ごっつリりは、おそらく彼の代表作であろう、作品に着手する。メディチリカルデグユのマギレーハイドに描いたフレスコが、東方山博士のベツレヘムへの旅並びに説教団に描いた楽園の天使たちである。東方山博士の旅の中には、メディチ家の人々の姿が見え、さらに行列の絵の中には、自画像を描き加え、 その帽子の縁に自分の名前を記した。現在ロンドンのナショナルギャラリーにある聖者たちと聖母子は1461年の作品で、ごっそりはまだフィレンツェにいた。同ギャラリーにある小さな絵、ヘレネの略奪はごっそりの作品か信憑性が問われている。1464年、ごっそりはフィレンツェを後にし、これじゃあディ・サンジミニアの教会の仕事のため、 トスカーナに移った。その地で、ゴッツりリはいくつかの大規模な作品を手がけた。まず、サンタゴスティーの教会に、国史病から町を守る聖セバスティアヌス、1464年を、同教会のすべての聖火体席に、様々なアクセサリーと共に、三通りの、聖アウグスティヌスの伝説、タガステの学校に入り、埋葬されるまでのの十七の場面を、ピエーベディサンジミニャーノに、 セバスティアヌスの樹南他を、さらに、トスカーナとその近辺で、ゴッツォリは、たくさんの絵を描いた。ゴッツォリの作風は、フィリッポリ一品のある部分に、ゴッツォリ独自の要素を混ぜたようになっていた。また、ジュスとダンドレアの協力を受けた。トスカーナには1467年までいて、1469年から、ゴッツォリは、ピサのカンポサントで仕事を始めた。旧約聖書から、 ワインを発明したノアからソロモン王を訪問する芝の女王まで全部で二十四の場面からなる連作の大作壁画である。一年に三作、一作あたり十ダカット、中世ヨーロッパの貨幣単位で1911年の換算では当時の百イタリアリラに相当の契約だった。しかし、この契約は遵守されたわけではない。現実には二年間に三作のペースでしか。 完成しなかった。おそらく描く人物と創新部の膨大さで、制作の遅れを許してもらえたのだろう。1470年1月までに、ノアとその家族、ハムの呪い、バベルの塔、この絵の中には、コジモデメディチ、若きロレンツォデメディチ、アンジェロポリチアーノなどの顔も見える、ソドム滅亡、アブラハムの勝利、レネッカトラケルの結婚、モーゼの一生、などが完成した。 カンポさんとの門と向かい合うアンマンナーティ礼拝堂にも東宝山博士の礼拝を描いた。その中にはごっつりの姿も描かれている。おそらくザノービマッキャベリの協力もあって、ごっつりはこの途方もない大作を仕上げることができた。結局16年かかった。なお、ピサ滞在中、ごっつりは他にいくつかの作品も手がけている。その中の一つ。 セトマス・アクイナスの栄光は現在ルーブル美術館にある。1497年、ゴッツリはピストイアで亡くなった。おそらく死因は薬病と思われる。ゴッツリは1478年、ピサ政府から尊敬の証としてカンポサントの墓を与えられていた。ピサには自分の家も持っていた。地元フィレンツェにも複数の家と土地を所有していた。 コッツりリの生涯を通しての真面目さは、その詩、フラ・アンジェリコと並ぶと言われている。コッツりリの絵は、数高さ、力強さの点で、同時代の巨匠たちの敵ではないかもしれない。しかし、それでも、魅力的である。贅沢に生き生きと画面を賑わす人物たち、オブジェ、鳥や動物、特に犬などがひしめき合う背景は、どんな選抜の作品より、バラエティ豊かで、 魅惑的である。ごっそりの作品にぎっしり描き込まれた人物たちは、悲劇的な場面、騒乱する場面よりも、楽しそうに伸び伸びしている時の方が、より間に迫って見える。その色彩も明るく華やいでいる。外して、ごっそりの際は、独創性というより、融通が効くこと、支持性にある。一方、デッサンや建物の遠近法に関しては、特に端に向かうほど、 欠点を露呈している。また、フレスコを描くのにもテンペラの技法で描いていた。とはいえ、その作品の力強さ、おびただしい作品の数は、ごっそりが疲れを知らぬ、人間工場のこと気がかで、あ、ことの何よりの証拠である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。